徳島県映像本球場徳島県、造本運動公園は徳島県徳島市省庁にある公園。徳島県が所有し、財団法人徳島県スポーツ振興財団が指定管理者として運営管理を行っている。1952年7月、給付表第43連帯連平城跡に野球場、テニスコート、相撲場が作られた。 1973年7月、競技用プールが作られた。四国アイランドリーグプラスの設立後は、野球場が徳島インディーゴソックスの使用球場になっている。2011年3月1日より5年間の契約で徳島県信用農業共同組合連合会が命名権を獲得し、JA バンクゾー本公園の愛称が付けられ、 公園内の各施設にもそれぞれ愛称が付けられた。契約の延長により、これらの愛称は2021年2月28日まで使用された。契約満了に伴う命名権者の公募により、医療法人むつみホスピタルが命名権を獲得し、2021年3月1日より5年間の契約でむつみパーク増本の愛称が付けられ、 公園内の各施設にもそれぞれ愛称が付けられている。西に、徳島市立鴨名中学校、東に、徳島大学造本キャンパス、徳島大学病院、徳島県立中央病院と隣接している。裏にはビザ山がそびえ、報告寺がある。その他にも、竜登る経理情報専門学校、徳島市西消防署などの施設も周辺にある。徳島県造本公園のネーミングライツ。 制度パートナー企業の決定について徳島県2021年3月12日、閲覧。ありがとうございます。